皆さんこんにちは。今回はですね、先ほど紹介した電源関係のですね、比較視聴を行おうと思います。まずこのノーマルエアボーンのですね、電源ケーブル KDK-OFC2m、税別で約5000円弱のですね、この安いケーブルを AET のですね、これも AET の、 比較的安いモデルですね、 EVO1302S、 この1万8000円のものに変えて、そしてこの AET の EVO1302S をつないだ状態で、このクリーン電源アイソテックの EVO3 アクエリアス27万円、こちらを聞いて、そしてその後にですね、上級モデルですね、アイソテックの EVO3 シグマス48万円、こちらを聞いて、そして、このノイズカットのクリーン電源ではなくて、ノイズカットのトランスを使った電源ですね、エアボーの IP2000A、こういったもののですね、音質を比較していこうというふうに考えております。でまずこれがですね、セットアップされた状態なんですけど、左右にですね、オーディオプロの FS20、ピアノブラック仕上げのスピーカーを置いております。そして前に見える3つの機材の一番右側はエアボーのですね、 CD3A のアナログ、そして真ん中はですね、これ電源を載せる台、今は電源タップに直接ですね、先ほどお話ししたこのエアボーの KDK-OFC、 これがつながっています。そして一番左側がですね、エアボーのですね、HD アンプワンスペシャルという新発売した25万円のですね、USB ダック内蔵のデジタルアンプ、そしてデジタル電源搭載のですね、モデルですね、これを聞いていこうと思います。で、まずですね、いつも視聴を開始するときにはスピーカーはきちんとセットアップした状態からスタートするんですけど、現在このスピーカーをですね、まだセットアップしない状態にしてあります。そこでスピーカーのセットアップの説明からしていこうと思います。まずスピーカーのセットアップなんですけれども、これはすでに一品館の、ね、ホームページにかなりいろんな情報を詳しく載せているんですけれども、右側と左側のスピーカーがあるんですけれども、これは、普段普通ステレオなんだから両方一度に音を出して、スピーカーの位置を調整して音を聞くんだろうというふうに思われてますけれども、例えば右のスピーカーを動かす場合は左のスピーカー動かない、音質が変わらないまま残ってしまうので、これは邪魔な音になるんですね。なので、まず右だったら右、左だったら左、どちらか片方のですね、スピーカーを鳴らして、聞いていった方がやりやすいというふうに思います。じゃあ右側のね、スピーカーから鳴らしていこうと思います。で、鳴らすソフトなんですけれども、これはカンターデドミノっていう一品館でも販売してますけども、こういうソフトですね、パイプオルガンとコーラスが入った、比較的録音がいいソフトです。で、この1曲目は、管楽器、パイプオルガン、そして人間の声が入ってますから、低音から高音まで、いろんな音が入ってます。そして重要なのはマイクがたくさん使ってるとですね、音像が重なってしまっているので、ライブ版とかこういうマイクの少ない状態で撮られたソフトで聞いた方が分かりやすいと。ではまず右側のスピーカーだけ鳴らします。こういう状態なんですけども、私がですね、このスピーカーをですね、少し前後に動かしてみます。前に出したんですけど、この状態だと、音がね、ちょっと低音が濁っていると思います。これを少しずつ後ろに下げていきます。だいぶ低音がね、クリアに聞こえるようになったというのがお分かりいただけるかなと思います。ではスピーカーをですね、次角度を変えてみます。
あのスピーカーをですね、あの少し前後そして角度を変えることによって低音の抜けが変わってくるっていうのがね、あのお分かりいただけたんじゃないかなと思います。じゃあ同じ要領で次反対側のスピーカーをやります。最後にですね、両方のスピーカーから音を出します。まあ、あの最初2位の位置に置いてた時よりは軽い音の抜けがね、良くなったというふうに思います。そして次にですね、この2本のスピーカーのですね、あの相関関係ですね、右側から出る音と左側から出る音が空間で綺麗な状態で交わるようにするためにエコーの長いコーラス、こう簡単でドミノのソフトだと11曲目なんですけども、これを使ってですね、まあ、これはこういうソフトな、こういう音なんですけど、コーラスのソフトなんですけども、これスピーカーの位置をですね、少し動かすことによってこのコーラスのですね、やっぱり抜け、こう人間がこうぐちゃ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 っと並んでたのがこう綺麗に整列して並んで歌ってるっていうイメージがきちっと出てくるような位置がありますから、そこに合わせ込んでいきます。良くなったと思いますので、最初のところちょっとかけてみます。はい、この状態でですね、もう一回1曲目を聴いてみます。聞いていただいた通りね、あの低音の抜けが改善して、中高音がきれいに広がっていくっていうのが、まあ、スピーカーのほんのちょっとした位置調整でですね、音が随分変わるっていうのはお分かりいただけたと思います。で、本当であればこれはあのエアボーから出しているレーザーセッターっていうものを使っていただくと、もっと精密に、もっと簡単にやることができます。はい、では引き続いて各機器のですね、あの電源のですね、主張に移りたいと思います。